はい、こんにちは、僕です。天地創造やっていきましょう。今回はね、この五大湖の、五大湖の祠、ここに向かっていきたいと思いますね。まあ、忘れないうちに。前回手に入れた、人魚の槍。強いのかな？武器の強さプラス37。人魚たちが使っていた槍だぜ。プラス15だよ。すごい強くなるじゃん。新しい防具とかないんでしたっけ？ああ、プレートメールか。防具も欲しいな。最近ね、よだめじゃないな。火だめが痛いんですよね。ああ、やっぱ洞窟みたいな感じになってるんですね。こういう、まあ、久しぶり。くそ。あ、一撃で倒せるな。この石は投げられない。なんかそこね、泡がプクプクしてますね。なんだろう。先に進んでいきましょう。なんか、水面、上に上がってこないとやっぱり攻撃できないのかな。あ、でも簡単に倒せますね。これ何ですかね？泡がプクプク、プクプクしてるの。まあいいや。カエルが、うお。意外と素早い。ドーマも思いっきり息を吐いた。意外と素早いんだな。何ですかね？空気の水草を手に入れた。なんか重要なアイテムなのかな？空気の水草。あ、こっち側にありますね。え、水の中に潜れるようになるものだぜ。え、水の中に潜れるんですか？あ、さっきのあの泡がプクプクしてるところかな？お？ああ、潜れましたね。泡が出てるところは潜れるようになるんだ。そこ何ですかね？滝かな？落ちれるのかな？また一回ね、全体像を確認しましょうか。どれぐらいの広さなのか。2階があるの？今いたところは、入り口どこだ？あ、この辺か。この辺りから今来て、こっちに行って、ここか。これがね、水草になった場所ね。んで、今ここにいるんですよね。で、下は、ああ、これ多分下に落ちていけるのかな。で、特にこの辺には何もないのかな。何もなさそうですよね。なんか出てきましたよ。何これ。倒せるのか？え、ちょっと、かまわずに行きますか。こっちね、滝になってるところ。あ、行けました。待て、今現在、あ、待って、混乱しちゃった。あ、まずい。あ、マジか。早く倒さないと。分裂すんじゃねえよ。待って、向きがわかんないな。おとなしくもう行っちゃおうか。混乱ね、直す術がないんですよね。OK。あ、すごいダメージ受けてる。球根買い足してくるの忘れてたな。大丈夫かな？足りるかな？ここでも何かボス戦みたいなものがあるのかな？地下1階があって、地下2階。地下2階広いな。地下3階。ここに何か書いてありますね。ここはどこだ？こっち側かな？いや、わかんないな。なんか地下3階に何かありそうですね。地下5階までありますよ。ここにもなんか書いてあるけど、読めないんですよね。なんだこのスペースは。この空白はなんだ。地下5階まである。結構広めのダンジョンだ。大丈夫かな？ちょっとさっきのスライム気をつけないといけないですね。いや、待って、人魚の槍のおかげかわかんないけど、すごい強くなりましたね。じゃあこっちにしか行けませんね。上に上がってる？あの影は？何の影だ？あの影は？なんだあの影は？なんだあの影は？何の影？助けて、誰か助けてよ。なんかそれ前にも聞いた気がする。ん？今何か聞こえたような。え？あの影を追いかければいいのか？あの影が喋ったのか？また出てくるんだ。なんだこのドラゴンみたいな。ちょっと待って。なんか
すごい重い。上に宝箱がありますね。取れないな。これまた下に落ちていくのか。下に落ちていく感じですかね。これすごい流されるんだ。痛いな。痛い。痛い。行くかも。おとなしく。待って、そこになんか足場があった。なんだあれ、初めて見るよ。こっち来んじゃねえよ。え、弾かれた？え、何こいつ。目を合わせちゃいけないってこと？めっちゃ弾かれんだけど。え、どういうこっちゃ？わかんないわかんない。回復して。待って、理屈がわからん。なんで弾かれるんだ？正面から攻撃しちゃいけないのかな？オッケー、倒せた。待って、これ上に、上に戻れないのかな？さっきの場所すごい気になる。あー、そこ行けるんだろうな。またエリアン、こいつ苦手だよ。わかんない。理屈がわかんない。理屈がね。あ、わかったかもしれませんね。目が合ってる時は目を閉じてるんですよ。目を閉じてる時は多分こっちの攻撃が効かないんじゃないかな。だから、うまく目を開けさせて攻撃していく。危ない。OK。今だ。こういうこっちゃろ。目を開けたところを攻撃していく。簡単なのは分かってしまえば。レベル上がりました。レベル23になりました。もっとレベル上げないとね、ちょっと戦いがしんどくなってきましたね。これはどっちだ？上に、上に行きました。いっぱいいるよ。嘘。OK。2体同時戦うのしんどいですね、あの目ん玉。やべえ。こいつ嫌い。混乱するんだ。いいぞ、いいぞ。やべえ。混乱しちゃったよ。向きがわかんないんだ。OK。こっちじゃない。はあ、やめろ、向きを変えるんじゃない。ちょっと待って、登れないんだけど、なんで？ああ、いけた。混乱がね、今のところ混乱が一番かかりたくない。バッドステータスですね。お金ゲット。お金も結構溜まってきましたね。帰ってきたな、ここに。ちょっと待って。もう行こう。ここね。ここにさっき足場がありました。ん？魔法の怒りを手に入れた。これもなんか重要なアイテム？誰か言ってましたよね。なんかここに怒りがあるって。ゲットしましたね。んで、ここを潜っていって、多分こっちでいいんじゃないかな。花がいる。いや、だいぶ強くなったよ。レベル上がるとね、やっぱりすごい強くなりますね、このゲーム。天地創造。あ、どっちに行けばいいんだ。今どこにいるんだ。地下2階かな、これは。で、どっちがどっちに繋がってるのかな。こっちはね、なんか上に繋がってる感じでしたね。こっちはフロアは同じ？わかんないけど。右側から行ってみようかな。こっち側から。ん？あ、通れない。あ、こっち行けないですね。これなるべくね、ダメージを受けないように、慎重に戦っていくようにしましょう。攻撃が当たりさえすれば、大体一撃で倒せるんだ。痛いな。死に際に何出してんだよ。あ、何この金塊。待って、あれどうやって取るんだ？あ、息で飛ばされて取るのかな、あれ。え、あれどうやって取ればいいんだ？どこからあそこに行けますか？いや、行けないよね。わかんないな。あのプライムブルーの取り方がわかんないな。これは？アーススタッフを手に入れた。やべ、さらに強くなっちゃう。地の属性、大地の恵みを持つ棒だぜ。飛びしてみようか。いや、どうなんだろう。まあ、ちょっと試してみて。
もしかしたら人魚の槍だから強かったのかもしれないですよね。あ、持っちゃった。あー、くそ。危ない。混乱してなかった。混乱してるよ。違う、毒だ、これ。待って、毒いて。これは普通の毒？それとも猛毒ですかね。じゃあ、毒消し飲んでみるか。あ、使っても意味がない。あ、血清が必要なんだ、じゃあ。すさまじいダメージを受ける。痛すぎるわ、攻撃が。鼻の攻撃も気をつけなきゃいけないな。いやらしい敵ばっかりだな、ここ。そこにあるのは落とし穴。落ちちゃうのか。落ちていきます。え、帰ってきちゃった。他に道なんてありました？ないよね。いや、他に行ける場所ないですね。ここに落ちるしかないですね。何ができるんだ？またなんかこいつに吹き飛ばされなきゃいけないかな。あのプライムベルの取り方が全然わかんないですね。この上に多分いけるんだろうな。試しに、あ、ダメだ、いけないですね。その上いけるんじゃないかと思ったけど。こんな感じでね。吹き飛ばされていけるのかと思ったけど、いけないんだ。痛いな。跳躍力がすごいんだ、これで。一気に間合いを詰めてくる。もうダメージ受けまくりだよ。わかんない。ちょっと待って、これどこに行けばいいんだ？他に行ける場所なんてありますか？ここはね、行けないんですよね。行けないよね。ジャンプしても行けない。マジ吹き飛ばされた。またここに帰ってきましたけど、この辺でできることって何かあるのかな？いや、ないですよね。ここからは降りられない。右側に行ってみますか、じゃあ、今度は。いや、右側、あ、何もないな。あ、レベルが上がりました。レベル24になった。迷子になるとレベル上がるんですよね。いちいちモンスター倒してるんで。あ、落ちちゃった。え、落ちれるの？あ、帰ってきましたね。え、そこ、降りられる場所がある？あそこに水が滴ってるのがちょっと気になりますよね。この岩を当てるとかなんかあるのかな？おっと？え、これでどうなるんだ？ああ、なるほど。ああ、高さができましたね。さっきカエルがいた場所。一気に水が溜まっちゃいましたね。あ、じゃあこれでプライムブルーが取れるんだ。プライムブル取れました。あ、これでやっと先に進めるのか。いや、よく見てないとダメですね。なんでそこに石があるのかみたいなことを考えながら戦っていかないといけないですね。あ、で、行き止まりだったところの反対側に来れましたね。で、あ、魚。よいしょ、OK。下に降りていきました。今どの辺にいるんだ？地下3階ですね。今どこから来たんだ？右上、右下、左下が行けますね。右上から来ましたね。で、左側にも行けるんだけど、ここにも先に行っとこうかな。カエルがいっぱいいる。こっち特に何もないのかな？あ、何もないな。あ。ここは多分ね、この滝から落ちたら今の場所に行っちゃうんだろうな。落ちないように、危ない危ない危ない。他特に何もないのかな？上の方は？上の方も特に何もなさそうかな。あ、じゃあ左側に行きましょう。またいるよ。わかんねえ、こっち。目が開いてんのか開いてないのかわかんねえな。んで、ここからは？なんかすごい降りてますね。そんなところにいるの。OK。そんで、もうやだこの子。もうやだこの子。いくら戦い方が分かったってね、これマジめんどくさいっすわ、こいつ。ほんとめんどくさいんだ。これいろんな種類のモンスターが組み合わさって出てこられると、あれちょっと待って。どこに行けばいいんだ？あ、ここに道があった。で、さらに下に降りて、今地下4階ぐらいかな。いや、地下5階にやってきました。
まあ、右下を目指していけばいいのか。回復しておこうかな。結構遠い道のりのように伺いましたが、まあ、どうせまたなんか竜みたいなドラゴンみたいな出てくるんでしょ。左側から行ってみようかな。あえて遠いルートで行ってみよう。何かあるかもしれない。いや、何もないか。水面上に何かあるとは思えないですよね。何もなさそうですね。あ、そう、これ斜めに移動した方がね、素早く移動できるんですよね。この滝かな？ここでいいのかな？大丈夫か？え？ゴッシー、人デロンにいじめられている。人で？待て、どれが敵？人手を倒せばいいの？ヒデトさんみたいな。痛い、ちょっと待って、やめろ。お前、ちょっと、おとなしくしなさい。これやっぱボス戦があるんだな。人手がアークに向かってくる。向かってくる。やめろ。いいよ、アークンじゃない。アークに吸い付いちゃったよ。何もできないよ。焼いてくれ。こいつ焼いてくれ。いや、待って。すげえダメージ受けてんじゃん。危ない。待って、あれ使いますか？たまにはね、魔法を使っていきましょう。今こそ使うときじゃない？何がいいんですかね？状態を回復してくれる。ワープさせる。これワープさせるっていうのがいまいちよくわかんないんですよね。人魚たちが少しの間身を守ってくれる。これ使ってみよう。え？ここではプライムブルーの力が抑え込まれているぜ。え、使えないの？魔法使えないらしい。嘘だろ。あ、またやられた。くっそ。いい腕をしてるよな。すげえエイムがいい。あの人で近づいてくんじゃねえぞ、マジで。オッケー。ひたすらね、この横に飛び交っていればいける。幸いね、人では一発さえ当てれば、退治できるんで。なんかあのドラゴン火を吐かなくなってきます。危ない。あのドラゴン火を吐かなくなりましたね。くっそ。これね、冷静に対処すればなんてことないですね。うまく引きつけて、降りてきたところを、ちょいと横に避ければね。人デロン倒した。ゴッシーはアークを見つめ、何かを訴えようとしている。アークは角のメダルを手に入れた。あれはなんだろう、いいドラゴンなんですかね。こんなでかいものがいたんだ。ゴッシーの言葉はわからないけど、これはどうやら旅の手助けをしてくれるという意味だよな。あれ、俺をどこかへ運んでくれようとしているみたいだな。何ですかね、このドラゴン。あれ？誰？はあ、人だ。助かった。誰だかわからないけどありがとう。ウィル。僕の名前はウィル。子供の時から空を飛ぶことを夢見て研究を続けてきた。そしてついに完成したんだ。後期っていう夢の機械が。でも試験飛行で飛んだら、この五大湖に落っこっちゃって、変な人手みたいな魔物に襲われちゃった。その時、巨大な竜が現れてさ、僕の身代わりになってくれたんだよ。湖の神様っていうのは本当にいたんだな。とにかく君にはお礼もしたいし、僕も家においでよ。いいものを見せてあげるからさ。まあ、何かがね、五大湖の方に落ちていったって言ってましたけど、飛行機だったんですね。あれ、この女の子どこにいたんだ？なんか、君はペリルの友達だったのか。命は助かったけど、飛行機の研究は頭打ちだよ。もう材料がないんだ。ユンコウの論商会ってところが、金属の買い占めを始めて、部品が手に入らなくなったんだ。最後の材料をかき集めて作った飛行機があれだったんだよ。ああ。材料が必要なの。あたいここに残ってウィル兄ちゃんのお手伝いをするの。この子どこにいたんですかね。ペルル兄ちゃんに会ったら伝えておいて。金属の値段が下がるまでは何もできないよ。残念だけどね。前にここでなんかアイテム拾いましたけど、これは何でもないのかな。これブリキの板。装備してみようか。僕はね、子供たちに夢を与えてやりたいんだ。大空を自由に飛ぶ夢をね。だから僕が頑張らないといけないんだ。でもこんなところでつまずくなんて、
どうしたらいいんですかね。すぐには飛行機が作れないんだ。部品が足りないって言ってましたよね。ペル兄ちゃんはどうなったんですかね。あ、10% 上がりましたね、発展指数が。ウィル兄ちゃんを助けたかな。うん、といったところで一旦ね、今回はこの辺で終わりにしましょうか。いや、特に次どこに行けばいいのかっていう話はないんですよね。で、しかもね、今、船があるんで、行動範囲がね、結構広がってるはずなんですよ。行ける場所が多い。だから、ちょっとどこに行けばいいのかなっていうところ探しながらまた次回はね、やっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。